国ニですソロフェスの話を本日はするんですけども今日はどなたのお話かと申し上げますと7月17日誕生日の井上玲ちゃんジュースジュースね、このお話になるわけでございますまあ、ちょっと寝かしてたわけじゃないですけど結果的にここになったというふうに思ってくださいまあでも19歳の誕生日おめでとうという気持ちがね乗り移るようなそんな会にしたいと思っていますので 皆さんね、えー、とレイレイの魅力ここで再発見してくれたら最高というそんな感じにして進めていきたいと思います、まあ、ですので今日は「井上レイジュースジュース」夏「夏夏ミニベリーズ収録曲マジ夏すぎる」ね、この「ベリーズ工房」のカバー曲この1曲1演目に絞り、まあ、世界最大今日は世界最大のハッピーみたいにしますかの深掘りと,、えー、と徹底解説を試みるそういった動画になりますよ お付きき合いいただきますと嬉しいです、まああと国王チャンネルいつも通りですけれども毎日のようにハローのさまざまなお話ししていこうという,うに考えてますのでチャンネル登録もご協力いただけたりするとハッピーがより上に上がります。よろししくお願いします。 まあ、てな感じですね。で、いつも通り3つ分かりやすくするためにセクションをお分けしました。まあ、その中に今日はボーナストラック的な、ちょっと僕の個人の感情も入れるみたいなこともやっていきたいと思いますので、そちらの方も時間があったら付き合ってください。では、まず最初に3つ説明します。1つ目は、このマジ夏すぎる絵に関しての曲のイントロダクションですね。これをご紹介していきます。それで2つ目、マジ夏すぎる歌唱について。 今回は「ベリーの比較」というところ、まあ、少しは入れますけどそれよりもボイパ部分やレイレイ歌唱の特徴についてこの曲バージョンだけのお話をお深掘りしていくそんなような感じにしたいと思っておりますのでお届けするので聞いてみてください。で3つ目今回はここ3つ目重要ですね、えー、とお届けするのは歌唱についての、えー、と部分とまた別の部分。 レイレイが最後にお話している緊張の理由、ここを仮説込みで深掘りしていく。まあ、ある意味、レイレイを見る上では、ここが大体ボトムになるかもしれません。そんな感じの3つでお届けしていきたいと思います。では、まず1つ目、イントロですね。本人からの事前メッセージをご紹介しながら進めていきます。事前メッセージなんですけど、ボイスポー、ゲネや,や、ボイスパーカッションを。 もう言えなきゃダメだよね。ボイスパーカッションを入れたくて、拳ファクトリーで少し披露した曲を選びました。結構自由な感じでオリジナリティ溢あふれる案も出させてもらった。一番最初のサビが特に注目して聴いてほしい。お客さんいないのもまた緊張。一人だからかなというご意見。まあ本人のイントロをそのままうまーく引用して要約した感じでございます。まあ、うまくも何も母体を小さく短くまとめたって感じですけど。 まあ意味間違えてないと思いますが、ここを少しえっとどんな感じで捉えたかなっていうところをお話ししていきますね。まずボイスパーカッション入れるか入れないか、これは入れるだろうなというのは予想つきやすいですよね。まこぶしファクトリー時代から彼女は歌も全然素晴らしいんですけど、ボイスパーカッションというところでアカペラグループとしての 価値そういうような僕ポジション築いたっていうような言い方でいいと思うんですよねそれがレイレイの特徴なのでボイパーは入れるだろうなということあと「拳ファクトリー」で少し少しがポイントですね少し披露した曲を選びましたということなので多分アルバム収録曲のあのボイパーバージョンではないんじゃないのかというような読みこれでできますよねまあそこでちょっと期待が高まるということでございますで 結構自由な感じでオリジナリティあふれる案も出させてもらったこれちょっと漠然としてますよねで漠然としてるけどフォーカスを当ててる部分というところで後でつながってくるところもありますのでレイレイらしい言葉のチョイスだったという感じで間違いないと思いますで最初一番最初のサビが特に注目して聴いてほしいということでございましたなので今回の曲解説のところ後ほど2つ目のセクションのところになるんですけど ここは最初のサビというところに注目しその後のレイレイの思っている気持ちというのがどんなことだったのかというところここも、まあ、ここ少々仮説ですけど、まあ、そんなに間違ってないんじゃないかなという言葉で紹介していくようになると思いますでお客さんいないのもまた緊張一人,人だからかなという意見ここはもうご存知だと思いますけどこぶしファクトリーが3月2020年今年ですね3月に解散し すぐ一日だけインターバルを置きジュースジュース加入というところがありましたなのでジュースジュース拳ファクトリーの間の精神的なレイレイのソロっていうのは一日だけあったというような感覚なのかもしれないんですけどまあそこと切り離しながら緊張感というところをもう一回フォーカスして一人でやるというこのタイミング瞬間ですよねここに込められたレイレイの心の葛藤気持ちの動きなんていうところそこを察知しながら まあ、サというか感じ取りながらですね。それで曲紹介が入っていったという感じでございます。さあ、ここまでがイントロダクションです。では、2つ目いきましょう。2つ目、マジ、夏すぎる、ね。この曲に関して、歌唱でしょうかね。歌唱ボイパ部分。この辺の特徴についてお話ししていきたいと思います。まず、ボイパパート。こっからいきましょうか。ボイパパートなんですけど、今回のレイレイバージョンは、この、あ、何と比較するか言いましょうか。 音玉の2018年という,う演目があったんで演目っていうかまあライブですけどあったんですよでその中でこの「マジ夏すぎるは」はこぶしファクトリーバージョンとしてカバーされてますあともう一個カバーされてるバージョンがあってそれは「こぶしファクトリーの夜空で会いましょう」というラジオの中ですねこれでカバーしているバージョンというのが合計2つ世の中で聞くためには存在しているという感じですまあ練習風景とか撮ってる人いたらそれ知らないですよでこういうよういよな感じで この両方聞いて今回のレイレイのソロのソロフェスバージョンというところのボイパーがどんな違いがあったかってところをお話していきます。まずなんですけど大母体ですかね、ポンポポンポンポポンの低音がこれ今回のレイレイバージョンです。すごく安定していて止めて間を作ることもできています。まあこれ。 別撮りしてレコーディングだろうからまあそ,そういうふうなの言ってしまうとそこまでなんですけどでもレイレイがこれアイディアを出している可能性というのも高いですしアレンジというところでこの曲の世界観でこういうような表現を選んだんだよってとこは初出しだったということなので、まあ、僕はそう興味深く聞いていたよって話でしたでじゃあ以前の拳バージョンはどんな特徴があったのかって話なんですけどここはツシプッププシッみたいな、えー、と軽いんですよ音が。 で多分ボイパー初心者でもできる音で簡単にそのボイパーやってますせっていう風うに、まあ、桃姫の指導とかにもあったりしたんですけどそういうイベントがあってねだけど初心者でできるようなところでマイク使ってあいい気持ちになれるっていうところを強調したのかなっていうのは拳バージョンだったような気がしますねで今はもう少し進んだボイパーのテクニックというか技術安定した部分があるということなのでそこを前出ししていったよっていう。 そんな印象です。まあレイレイ自身もそこができるっていう自信の下でやったんでしょうね。まあこれがボイパーのわかりやすい部分でございました。じゃあ次歌唱いってみましょう。えっとね、このね、歌唱ってちょっと難しいところはあると思うんですけど、まずボイパー部分のところの歌唱っていうのはバックにメロディー要はガイドも含めてなんですけど。 ワンも含めてですね流れてなくてまさにアカペラの歌歌う方バージョン、うん、実際こぼしファクトリーではレイレイがそこのポジションにほとんど当然ですけどいなかったボイパをバックに歌うレイレイというのがほぼほぼ初出しでこのバージョンにあったということでございます。っていうことはどういうことかというとレイレイ自身が初体験の中での緊張感の中っていうのはここにも込められたんじゃないのかなと思ってて一人で歌うということですよね。それも表現できたたパートなななんじゃいいかなと思いました うん、まあ非常にこの探りながら歌っているレイレイこれがまあ可愛らしいといえば可愛いでって済んでしまうんですけどレイレイ自身が自分の探りながらというような歌い方でこの曲の歌詞の表現をできてきたというところに注目していただけると面白さというのは増すのかなと思います。まあそれでボイパのパートというところがある程度ある程度というか最初のワンフレーズで終わってその後ですねで まあ上吊り気味ちょっとですけどねちょっと上ずり気味でまあ可愛いか可愛くないかしたら可愛いんですけどこれ進んでいくんですよで歌詞で言うと「早起きしてきた夏休み」ここですね「いい」ですねでここの響かせ方これファーストチェックポイントですよでこの最後に語尾が少し流れる感じあるんですねでこれがこの曲の「レイレイ歌唱」の本当に最初に「あっ この感じで来てくれるんだと思う。グッドポイントの始まりですね。ここにありました。で続けていきます。恋がしたいなのなのなの後にあですね。小さいく入れる止め方もレイレイの特徴的な鼻にかかる声でこれが生きていてとってもいいです。<laughs> こういうこういうことだよ。俺の聞き方ってでそういうことなんです。で。まあもうもう1個続けますよ。 カップルだらけけの湘南に来たけどもうちょっとちゃんとやるよなカップルだらけの湘南に聞いたけどの「だけど」もうこれサビですねはバランスとしてこれサビ入っちゃってるんですけどちょっと説明しとくとさっきのイントロのところまでというのは僕の趣味とか感情で言えるんですよだけどこの最初のサビのところっていうのはレイレイがすごく気持ち入れていたというところイントロダクションでお話ししましたよねここで タップルだらけの湘南に来たけどのたけどは僕このレイレイの力感が出てて良かったなって感じです。歌だけ聞いたら力感出ないんです。でどういうところで力感を感じたかというとバランスとして振り付け7、歌唱3っていう具合になってるんですね。でこれはどういうことかと言ったらレイレイの意識のところでサビを頑張っていこうここで見せてくぜっていう感じで振り付け大きくなっちゃって声の方がちょっと ちょっと後ろに下がったというで、ここは可愛いぞってことなんですけど、もういちいち可愛いぞ入れますよ、可愛いからね、すいません、でそこは進めます。でここもまあ今言った理由で可愛いからオッケーなんですけど、多分レイレイはもう少し本当は声を張って響かせたかったんだろうなというところが、あの自分で補正できるぐらい響いていく方向に気持ちが持ってた、気持ちが言ってた、まあ、そう思える部分でした。 なのでレイレイ歌唱とかレイレイの歌を長く聴いてるとあこここういうふうにやりたかったんだろうなっていうところでレイレイが実際歌えてなくてもああもうなってます僕の中で聞こえてましたっていうふうに解釈できるというお話でございましたねですのでこのイントロダクションはサビに本人がポイントを置いてるっていうところは重要なんですよって話ですね,ねで続いてサビのもう一個重要なところに行きましょうもう一個ですかあと二つなんですけどで続いてサビの重要な「夏すぎる」と伸ばすところポイントで言えば この感じだと8月夏さ8月でいいでしょう8月と設定しましょうそうすると後半後半な感じなんですよねで3週目ぐらいかなそういう感じですねでこの辺のポイントで表現できているというなんか夏のピンポイント表現というのが礼礼できてたよというこれグッドポイントきましたねそういう話ですじゃあまだまだいっちゃいましょうこのね歌唱のところで言うとあとラストサビ前のウォーっていうとこあるんですねこれこれいいんですけど 技術的には前半を意識して聞いていて最後のサビはレイレイの一挙手一投足に浸るというのが多分この聴き方の正解なんですよ。なぜ浸れるかといったら相対性相対性じゃゃねえなんなんか理論みたたいにっっちゃった集大成集大成で最後のサビのポイントというのはレイレイある程度リラックスしながらやってたなって印象でした。なのでこっちも 最初のサビまでのところで本人が緊張しているというのは出したりインパクトを与えようというのを頑張ったところがあり打ち上げ的な感じで8月ですから花火なんですかねそういうような感じで最後のサビを聴いていく浸っていくそんなのがいいんじゃないかなと思いましたまあこれおすすめな聴き方なので是非向き合い方という意味でですね参考にしてこの後もし聴ける人はソロフェスの『レイレイのマジ夏すぎる』聴いてみたらいいんじゃないかなというふうに思いましたまあサビは この最後のところとかいろんなところで解説していくと本当は表現は見失うよって意味なんですけどだけどバックボーンに1回流しておくと僕これレイレイの持っている18歳ラスト歌唱だと思いますんでここの意味というのは深いところ届くんじゃないかなとそういうふうに思っていますなんでこういうこと言うかというとレイレイのその深いところを探求して俺は聞いてるからだす <laughs> みませんすげますね行きますよで最後にこれ聞いて2つ目のところを最後にしますね で気づいたんですけど、まあ全体としてちょっと泳ぎ気味の歌い方をレイレイは選んでいたと思います。で、このマジ夏すぎるというシチュエーションで。うまいことをちょっと言おうとして外しそうなんですけど、まさに泳いでいるね。そういう表現をしていた。そう捉えると完璧だったよ。ってことでした。うん、行きましょう。3つ目3つ目です。今日の3つ目最後ですね。えっ、ー、とこの方法だって。この歌唱を全。全 一般のところでレ、まあ、レイレイの緊張のの理由この辺を仮説込みで深掘りしていく、まあ、これが今日のボトムじゃないかというふうにお話してたところなんですけど、まあ、ボトムがゆえにそんなに長くならずタイトにいきたいと思います。えっとねそのか太くですよレイレイ自体は本人が応援,応援してるよってメッセージがたくさんで嬉しいのと同時に頑張らなきゃなっていう責任感でのパフォーマンスだったこういうことでした。これ あのパフォーマンスこの曲自体の歌が終わった後に矢島とのインタビューのところで話してるんですけどでここに込められてる意味というのがう非常に重要なところだと思ってます、まあ。応援してるよっていうメッセージがたくさんというのは誰が来てるかということだとだ思うんですねこれ僕はそんなに外れなく拳組。 拳ファクトリーのファンだった人たちというのがレイレイに送っていてそこで嬉しいのと同時に頑張らなきゃなという責任感という言葉につながると思うんですよ。まあ、だからといってジュースジュースのファンが送っていないってそういうことはないと思うんですけど、まあ、レイレイだったらわかるじゃないですかこぶし組の人の言葉なんだなとかあこれは最近聞いてくれてそれももちろん嬉しいはずなんですあ応援してくれてるなっていうところ。 この狭間にいる数ヶ月そしてこのソロフェスの曲というのに向き合ってきたのが現在のレイレイであることは間違いないと思いますでここで重要と言ってるポイントはレイレイの心理状況ですね自分が二足のわらじではないんですがファンからしたら二足目のわらじに行くレイレイというのを見ているタイミングですでここでの責任感という表現になっている頑張らなきゃなという責任感になっているというところが、まあ、拳の後の4人を 代表して自分がハロウィーンに残っているよっていう感覚とジュースジュース今いる8人というところともすれば宮本かりんが卒業というのを発表していますのでその後に自分はポジションに入っていくよという責任この2つの責任ですよねこれを背負いながら夏生まれのレイレイがマジ夏すぎるというファクトリー拳ファァククトトリリーーですよ、ね、これはルーツがベリーズ工房工房ファクトリーです。 この壮大なヒストリーの中のタイミングポイントとして夏を表現してくれたというところこれがレイレイの僕は責任を負うのと同時でパフォーマンスの覚悟というふうに取りました18歳から19歳にわたるレイレイねえまあ世の中的にはまだ子供と言える最後の年になりました ですけれども経験キャリアそして歌声音楽的なテクニックさまざまなものというのを受け取っているファンとしての立場としては僕は彼女は子供というふうなのではなく一人の表現者としてかつハロープロジェクトの歴史を背負う人間として非常に素敵な女性もう今も日々日々更新でレイレイ見るたびに最新が最強でもうそわそわドキドキさまざまなタイミングです。これをちゃんと1ページ しっかり音楽で表現してくれたそれがソロフェスでのマジ夏すぎる歌唱のレイレイではなかったのではないでしょうかそんな感じですジュースジュース井上レイこれから19歳の1年間非常に楽しみですねそんな話をまた国王チャンネルで一緒に広げていければ嬉しいと思いますまた会いましょう素敵な誕生日19歳レイレイおめでとう